コスモス、今日はこのくらいの挑戦にとどめておくけど、どう？問題ありません、シオン。ねえ、コスモス。何でしょう？人間関係の円滑化が必要とされるフェーズ。あなたはどんな基準でそれを判断しているの？先日の件ですね。それに、私もミズライ博士が一般に言われてるような危険な人物だったのかは疑問なんだ。環境中だけじゃない。彼のデアリアに関する著作は深い洞察に満ちているもの。現在の対グノーシス技術の発展にもミズライ博士の残したグノーシス基礎研究が役立っています。ナイスフォローね、コスモス。今の反応すごく良かったわ。感情のエンパシー、人間関係にとても重要なファクターよ。現在は人間関係の円滑化が必要とされるフェーズではないかと思われますが、お役に立てたのなら幸いです。私の状況判断基準は、開発当初にデザインされた論理システムに従うものです。ですが、システムは私の起動時における経験すべてを反映して、常に再構築が行われています。そう。そうだったわよね。経験に即して、組み替えられていく論理システム。それがあなたの本質。はい。それは、人格と呼んで良いものなのかしら。人格というものの定義が明確にできないと、その疑問に答えることは不可能ね。言い換えるわ。コスモス、あなたの論理と人間の人格、確認できるだけでいくつの差異が存在するかしら。厳密に数えるのならば、存在しません。あなたの論理は私が恣意的に書き換えることもできる。それでも？はい。人格が外的な干渉によって強制されることは、論理システムの修正と類似しています。そうね。差異が存在しない、それがイコールと同じ意味だと信じることができればいいのだけど。Thank you.
ウダーファイル02。すごいですね。星が瞬きもせずにあんなに。この展望台はファウンデーションで一番人気がある場所かもしれないな。風も空気も大地も全部作り物だけど、星だけは自然のままだ。はい、ジギーが言ってました。モモはこの何週間かでたくさんの経験をしました。それを思えばユーティック機関にさらわれたことも意味のないことだと思わなくて済むかもしれないって。そうだな。どんな経験だって自分が変わるきっかけにはなり得る。それが良い変化になるか悪い変化になるか決めるのはそれぞれの意志の力だ。はい、モモもそう思います。状況のせいで変わっちまうやつなんてただ弱いだけなんだよ。ジュニアさん。ああ、すまない、余計なことを思い出しちまってた。なんか話があったんだよな。いえ、話ってほどのことじゃないんですけど、これ開けていいのか。はい。これホルスターか。はい、おとといジギーが市街地に連れてってくれて見つけたんです。へえ、ちょっと変わった形だな。あ、でもこの間手に入れた水中ピストルにちょうどいいかもな。サンキュー、使わせてもらうよ。よかったあのさ、俺もちょっとモモに話しときたいことがあったんだ。わかってると思います。え？グノーシスになった人たちの部屋でモモが勝手に出てっちゃったから、ジュニアさん優しくしてくれたんですよね。違う、あれは俺が悪かったんだ。ジュニアさん、人間なんてさ、いろいろな顔を持ってて当たり前なんだ。世間で言われてるミズラヒとモモの知っているミズラヒ、どっちが正しいとか間違ってるとか決めつけてもしょうがないもんな。はい、ジュニアさんならそう言ってくれると思ってました。そっか。モモ、分かってたような気がします。ジュニアさんきっとモモのことで後悔してしまってるって。だから誰だああ、邪魔をしちゃって悪かったね。覗き見か、趣味悪いな。誰だよお前。僕のことを趣味悪いとか言うんだ。お人形遊びに興じている君風情が。お人形、気にするな、モモ。おい、お前偶然ここに居合わせたってわけじゃなさそうだな。当たり前じゃないか。君はバカなのかい。雑魚には用はねえ。くせな。おっと、前段避けた。乱暴な坊やだな。ま、僕も乱暴なのは嫌いじゃないけどね。面白え、ただの雑魚じゃないってわけか。雑魚雑魚うるさいな。あ、そっか、君は僕の名前を知らないんだったよね。リヒャルト、我が名、覚えておくといい。へえ、剣か。今時アナクロなやつだな。あまり時間はないんだけど少し遊んであげるか。ジュニアさん、あ、弾いた正確に狙いすぎる、読みやすいんだよ。ジュニアさん、そんなに痛くないはずだ。浅くしといてあげたからね。動かない方がいい。ほら、喉が切れちゃう。とどめを刺さないってのは人質にでもするつもりか。無駄だぜ、そんなことでこのファウンデーションから逃げられやしねえ。人質。ああ、なるほど、そういう方法もあったんだ。気づかなかったよ。でもその必要はないんだ。僕らは実力でそのお人形をいただいていくんだからね。僕ら
仲間までいるってのか。ジュニアさん、心配いらねえよ、モモ。おい、モモを狙うってことは、お前ユーティック機関か。けなげだね。首を切られる直前まで情報を集めようだなんて。でも僕が答えたところで真偽を確認する暇などあるまい。てめえ、心底嫌な野郎だな。ありがとう。弱者からの軽蔑はいつも心地よいものだよ。モモ、頼む。あ、はい、どうぞ。コインを放り投げてどうする気だい？どうする気だよ。向けてコインを頂戴させた。ジュニアさん大丈夫だ。モモ助かったぜ。ジュニアさんの技いつも近くで見てましたからすぐ分かりました。なるほどね。僕らが呼ばれたわけが分かったよ。あの一瞬で全てのコインの角度を計算して正確に僕へ長弾を叩き込む軌道へ連射する。大したものだね。こいつストームワルツを食らって致命傷を受けてない。なんて反射神経してるんだよ。寂しいな。君こんなに強いんだもん。本当は僕のものにしたいところだよ。人形だの僕のものだの好き勝手抜かしやがって。所有欲や物欲をコントロールできないようじゃわがままなガキと同じだぜ。でも僕の言うことを聞かない力なんていらないんだ。こいつ何を。いらないから壊しちゃおう。こいつ違う、さっきまでと変な人格も壊れちゃえ。いけません、リヒャルト様。ヘルマン、誰がお前を呼んだ。下がっていろ。できません、ペレグリー氏からのご命令です。この声どこからだ。ジュニアさん、窓の外です。エイグスか、それも空間から。お下がりください、リヒャルト様。これより機密が破れます。エイグスのマニピュレーターで強化グラスに打撃だと。あれはエイグスじゃありません。パワーサプライが見当たりません。なんだって。じゃああれは。いけねえ、もう持たない。モモ、このブロックには。私たちだけです、他の生体反応ありません。よし、シェルターに入るぞ。無茶しやがって。リヒャルト、お戻りください。このコロニーから離脱します。勝手なことを言うな。お前にそんな判断をする権利はない。いえ、私ではありません、ペレグリー氏です。何、コロニーの警備システムをダウンさせてしまえるリミットは有限でした。リヒャルトは優秀だが遊びが過ぎる。そなたがフォローしてやるがよい。いえ、リヒャルト様に対してそのような支配されたふりをしてやる行為をそなたが楽しんでいないとは思えぬな。支配は時にされる側よりする側を縛ることもある。今回の任務、初手から強行策というのはまさかリヒャルト様の成功を想定されての。それは勘ぐりすぎだ、ヘルマ。策を浪せずとも成果が手に入るのならそれに越したことはない。私はただ保険をかけておきたいだけだ。こちら、ミヤスリーバッター、ターゲットを敷地へ。こちらは、なんだあいつら。とにかく、捕捉できない。ミヤスリーバッター、反射した。今まで込めろ。いや、ロストだ。有効範囲見当たらない。指示を行う。リヒャルト、コロニーの勢力エリアから離脱いたしました。
面白くないな。ペレグリー氏は僕が百式レアリエンの捕獲に手間取ることも想定していたわけだ。しかもその場合の指示を君にだけ与えていた。はい。そして次の手も打ってあるというわけだ。まるで僕の失態を予測していたというより期待していたようだ。そのようなこと分かっている。君も道具として使われただけだ。道具に怒ってみせても何も得ることはない。リヒャルド様、次の目的地ですか？定まっていることをいちいち聞くな。舞台の選定もペレグリー氏の決めた通りなのだろう。いいさ、登ってやろうじゃないか。次の舞台はマルキッダだ。空気の流出が止まらないな。情報も混乱してるけど、奴らは逃がしちまったみたいだ。展望室、残念でしたね。ああ、でもそんなのはすぐに修復すればいいのさ。大した損害じゃない。モモが無事だったんだから問題なしさ。でも展望台もモモも同じですよね。壊れてもなくなっても損害でしかない。おい、どうした？あんな奴の言うこと気にしてんのか？モモはお人形なんかじゃねえ。ジュニアさん、いいか、人間なんてよ、生まれた時から価値のある奴なんかいねえ。生きてくうちに出会った人たちが価値を与えてくれる、感じて言ってくれるんだ。モモの価値はシオンやジギーや俺が感じてる。あんな奴の言うことで揺らいでいいもんじゃないだろう。そうですね。みんなの気持ち、裏切りたくないです。だったら、自分の価値を信じてろ。はい。風邪止んだようだな。出ようぜ。このシェルター狭くてかなわねえや。ジュニアさん、ありがとう。あいたあいた。さ、みんなのところへ帰ろうぜ。はい。あ、なんでしょう、これ。どうぞ。すみません、いきなり。アレン君、いいのよ。私も一息入れようと思ってたところだから。先日のデータ全部反映させときましたよ。ありがとう。問題はなかった？ええ、全く。主任は何をしてらしたんですか？ずっと部屋にこもりっきりでしたから。また何か考え事ですか？え、ああ、別に何でもないのよ。何でも。そうですか。座っていいですか？ああ、ごめん。今片付けるね。相変わらず目の前にいるのに心はどこか遠くに漂っていってしまってる。そんな人だな。ごめんね。どうぞ。どうも。そういえば聞きました？展望室が一昨日から閉鎖だそうですね。あら、どうしたの？なんだか急にメンテナンスの予定が入ったらしいんですけど、妙なんですよね。やたら大量の資材が運び込まれたり、空間側からも作業員が向かっているそうですよ。それはメンテナンスレベルじゃなさそうね。でしょ？いや、ちょっと気になるんでジュニア君に探りを入れてみたんですけど、なかなかガードが固くて教えてくれないんですよ。主任、どう思います？僕は一大レジャーランドとか建設されるんじゃないかって思ってるんですけど。アレン君、私たちこのファウンデーションに休暇に来たわけじゃないのよ。分かってますよ。でもほら、やっぱり7日につき2日は休んだっていいんじゃないですか？時間は有効に使わなくっちゃ。
どうも最近のアレン君は7日につき6日は休んでるように見えるんだけど。いや、そんなことはありません。僕は日夜コスモスの新装備のプランの構想を練る日々なんです。あ、ただ7日のうちの2日が今日と明日でして、よかったら町へでも行きません？主任。もうその姿勢が良くないのよ。悪いけど私までアレン君の勤務態度に影響されるわけにはいかないわ。主任。ごめん、そろそろ仕事に戻るから。あ、そうですか。じゃあ失礼します。なんでアレン君が来ると最近こうなんだろう。彼なりに気を使ってくれてるのはわかるけど、なんだか重いのよね。なんかこんな感覚前にもあった気がする。そう、あれは多分4年前のこと。あの時の私はまだ第二ミルチアで兄さんと暮らしていた。シオン、シオンはいないのですか？シオン。もう兄さんたら、家の中でそんな大きな声出さなくても聞こえてるわよ。なんですか、こんな時間まで寝ていたんですね。レポート作るのに朝までかかったんだからしょうがないじゃない。おや、勉強していたんですか。それは感心ですね。すみませんでした。別に褒め言葉なんていらないわよ。自分がやりたくてやってんだから。いえいえ、それが肝心ですよ。額を納めるということは何よりも本人の意欲が大切です。あ、兄さん勝手に読まないでよ。おお、これは、もう兄さんってば。シオン、ちょっと座りなさい。なんでって聞くまでもないわよね。私が何を研究していたか知ったわけなんだから。いいから座ってください。分かったわよ。シオン、あなたはレアリエンの研究からは遠ざかっていたはずではありませんか？専攻はしてなかったわよ。でもずっと興味は持っていたし、可能な範囲で履修も続けてた。別に隠していたわけじゃないわよ。このレポートが可能な範囲でというレベルのものですか？もちろん専門外の私には詳しくは分かりません。ですがこれを読む限り、今のあなたは十分に稼働中のレアリエンを一人でフルメンテナンスできるだけの知識を身につけているのではありませんか？知識は有益なものでしょ？兄さんいつも言ってるじゃない。知識が有害なのではありません。それを獲得しようと考えるあなたの心の内が心配なのです。私は彼らのことをもっとよく知りたいだけよ。10年前のあの日から。シオン、シオン、それでただ研究するだけで満足できたのですか？私ベクターに入局しようと思っているの。ベクターって、ベクターインダストリーですか？いくら飛び級を繰り返してきたとはいえ、お前はまだ18歳じゃないですか。まだじゃなくてもうよ。私は自分が必要なだけの能力を満たせる日が来るのをずっと待ち続けていたもの。そりゃお前が続けてきた努力のことは知っているし、それは素晴らしいことだと思いますよ。でも私もう決めたの。シオン、もっと早く相談しようと思っていたのに、こんなギリギリになってしまって悪かったと思ってる。でも決めてるの。私ベクターに行くわ。あの時兄さんはなぜベクター入局に反対なのかを言わなかった。口にしてしまえば私が母さんと同じ道をたどってしまうと
恐れていたのかもしれない。でもその心配はあの頃の私にとってただ思いだけのものでしかなかった。だからこそ私は第二ミルチアを出てベクター社員としての道を歩き始めたのかもしれない。アレンク、兄さん、もしかして私もこんな重い気持ちを誰かの胸の内に押し付けていたりするのだろうか。どうだ、モモ。またありました。これで8個目です。もうこれでくまなく探した感じだな。この展望室、これだけ破壊され尽くしたと言っても、いい加減人目から隠し続けるにも限界がある。そろそろ修復作業に入ってもらわないとな。はい。昨日までに見つけた分の分析から言っても、これで全部だと思います。全部で8枚のデータディスクか。ええ。一体何なんでしょう、これ。それぞれのディスクに入っている情報は欠落だらけで、多分全て集めないと完全なものは手に入らないようです。状況から言ってあの時のエイグスがばらまいていったのは間違いない。目的が全くわからないけど、そいつは解析してみりゃ済むだけの話だからな。はい。問題はどこで解析するかだな。え、どうしてです？あんまりあの連中のことガイナンたちに知られたくないんだよ。俺自身の手で片付けたいって気持ちもあるしな。こだわりですか？わかんね。でもファウンデーションのメインフレームにつながってるシステムにこんな怪しげなディスク突っ込みたくないしな。トラップが仕掛けられていたとしてもモモでも十分対処できると思いますけど。別に信用してないわけじゃない。だけど、そうだ、いいとこ思いついた。だからって、なんで俺たちのエルザに持ち込んでくるんだよ。まあまあ、固いこと言うなよ。船長の言う通りっすよ。なんでエルザのシステムを使う必要あるんすか？船のシステムはちょうどいいんだよ。完全に独立系だから、トラップの被害をよそに及ぼさなくて済む。いざとなったら、物理的に投棄することもできるしな。物理的に投棄？そいつは、愛しのエルザを破壊しちまうってことか？冗談じゃねえ。悪い悪い、そういうこともできるってだけだよ。モモがいるんだから安全だって。はい、全力を尽くします。礼だって弾むからさ。弾むったって借金から天引きしてくれるだけでしょうが。まあチビ旦那の言うことに基本的には逆らうつもりはありませんけどね。そう来なくちゃ助かるぜ。ただし何の解析か知りませんが、うちのハマーも付き合わせてやってもらいますぜ。こいつだって役に立つはずだし、何かあっても船を守ってくれる。船乗りが信じるのは船乗りだけってか。まあ気持ちはわかるしな。ハマー、手伝ってもらうぜ。了解っす。さあどうぞどうぞ。わあ、エルザのシステムってこんなに充実してたんですね。たく、どう考えても船の航行に使うだけならオーバースペックだよな。ハマー、趣味で増設してるだろ。へへへへへへへ。船長には内緒にしといてくださいね。いつまで経っても借金がなくならないわけだ。あ、それじゃあ始めます。ディスク貸してくださいっす。あ、あれ、ジギーさんじゃないですか？ん？ケイオスか。珍しいですね、お一人で街中へ来られるなんて。最近モモはジュニアと一緒のことが多くてな。やはり年が近い者同士の方が来やすいのだろう。
二人とも見た目と実年齢にズレがあるし、そんなに近いというわけでもないと思うけどな。俺の年齢と比べてみればいい。多少のズレは十分誤差の範囲内だ。なるほど、お一人の理由は分かりました。じゃあもう一つは？まるで尋問だな。すみません。いや、いい。こっちの言い方が悪かった。なんというか、君は不思議な存在だな。なぜです？一見とても曖昧で非論理的な言動が多いようにも見えるが、それは表面に出ない論理があるだけとなぜか思えてくる。論理的な質問の展開は尋問に似てくるというわけだ。そんなつもりはないんだけど、不思議ですね。それで、先ほどの質問の答えだが、私も時には自分で説明のつかないことをしてしまうことがある。こうした雑然とした空気の中に意味もなく身を置きたくなるのだ。おそらくは思考のノイズなのだろうな。とんでもない。そんなことありませんよ。なぜかね。衝動は人の心のノイズじゃありません。それこそが本質なんです。これもまたあなたが人であるがゆえの行動なんだと思います。本当に不思議だな、君は。いやー、こいつは本当にひねくれたディスクっすね。何か分かったのか。はい、とりあえずトラップの類は何も仕掛けられてないっす。用心して損したっすね。用心に元手はかからねえからな。いいんだよ。いやー、船長に聞かせてやりたいセリフっす。あ、それでディスクなんですけどね、ほとんどパズルですわ。パズルですか？そうそう、この8枚をそれぞれ A から H としましょうか。ディスク A を解析するためのキーは B に、 B のは C にって具合に進んできて、 H を解析するには A が必要なんすよ。んだよ、堂々巡りじゃないか。でしょ、そこがパズルってわけでして。でもうまく順番を組み替えていくと、ほら、なんかゾロゾロ出てきたな。中身は分かんないですけど、形式自体はありふれたデータがたくさん出てきたっすね。画像や座標、音声に動画に。一体なんでこんなものを落としていったんでしょう、あの人たち。さあな、まずは目を通してみるしかないだろ。とりあえず画像から開いてみるか。了解っす。こいつは。おう、早かったな、チビ旦那。エルザがなんかダメージ食ったりしなかったんだろうな。船長、ちょっといいか。なんで改まって。この船、ビジネスの予定はどうなってる？25時間後にドックコロニーまで物資受け取りに行く予定だが、そいつが。悪いな、そいつはキャンセルしてくれ。もちろんキャンセル料その他は一切俺が持つ。おいおい、いきなりだな。事情を説明してもらいましょうか。船長、トニー、あんたらもう飯食ったか？いや、まだだが。まあ俺もだ。おごってくれんのか。あとで食欲残ってたらな。モモは出ていてもいいぞ。モモなら平気です。そっか。ハマ、こっちのモニターでも出せるんだな。ええ、大丈夫っすよ。じゃあ気が進みませんけど。なあ、吐くものが胃の中に入ってなくてよかったろ。ひで、なんてむごいことを。この映像に映ってる子たち、この後どうなったんだ。バカ野郎、生きてられるわけねえだろ、こんなんなってよ。そんな、悪趣味も極まれりだな。なんてお手土産残していきやがったんだ。
まあ言いたいことは理解してもらえると思うんで、動画と音声の方はやめとこう。おい、でもこの子たち、ももちゃんにちょっと似てないか？ええ、多分みんなもものパパが作った観測用レアリエン、ももの姉妹たちだと思います。姉妹？そんなものが。俺たちにどうしろって言うんですか、チビだな。意外と立ち直りが早いな。これでも若い頃は戦場暮らしが長かったですからね。こいつらとは違いますよ。はあ、俺もう今日は飯は食えないっす。俺も。あ、まあ、へばってるとこ悪いけど座標も出してくれよ。了解っす。悪趣味な画像と動画、音声の他にあのディスクに記録されてたのはこの座標だけだ。そんだけですか？え？ああ、ファウンデーションの現在位置から絶対座標で900光年は離れてるな。名前はマルキッドか。なるほど、つまりここへ招待されてるわけですかい？ああ、ふざけた連中だぜ。わざわざ複数のディスクを解析させるなんて手間かけさせたのも、こっちをムカつかせといて座標を示す以上しないのも、全部趣味ってわけだ。ま、時間稼ぎの意味くらいあったかもしれませんが、本題はそっちでしょうな。でもジュニアさん、本当にこのマルキッタという場所へ行くんですか？行くしかねえだろ。親切なあいつらは行かなかったらどうなるかも教えてくれてねえんだ。ったく、想像力ってのは最悪の拷問理かもしれねえな。つまり一体何をするかも出たとこ勝負ってわけですか？ああ、その通りだ。で、何人で乗り込むつもりなんですかい？俺一人だ。一人？ああ、こんな個人的衝動にファウンデーションを巻き込むわけにはいかねえよ。ファウンデーションのことを聞いてるんじゃありませんよ。ベクターの姉ちゃんやサイボーグたちはどうするんですかい？置いてきぼり食らったら怒りそうだよな。人のいい奴らばっかりっすもんね。あいつらは第二ミルチアに行かなくちゃならない。今のタイミングでファウンデーションを900光年も離れたら到着がだいぶ遅れちまう。ああ、そうっすね。今すぐエルザを出したとしても最適軌道を取って UML のコストも度外視して、あ、向こうでタイムリミットが6時間ってとこっす。あ？どういう意味だ？向こうで悪趣味な連中と肩つけるのに6時間以上は使っちゃいけないってことだよ。それ以上遅れちゃ第二ミルチアへの軌道に乗ってるファウンデーションには合流できない。あ、なるほど。さて、そういうことならすぐロジカルドライブに火入れないとな。船長、マジかよ。なんだトニー、お前あんな胸クソ悪いものを見せられてその気になんないのかよ。そういうわけじゃないけどよ。ももちゃんはどうすんだ？ももも当然行きます。そう言うだろうと思った。だけどな、ファウンデーションが第二ミルチアに向かう理由はももを送り届けるためなんだぜ。そのお前がこんな危険を犯してどうすんだよ。でもあそこに映っていたのはももなんです。一人一人がももと同じ存在なんです。あの子たちがもしもものせいでひどいことされたんだったら、もも、もも、お願いします、ジュニアさん。一人一人が自分と同じ存在か。え、ももにまで俺と同じものを背負わせたくはないしな。ジュニアさん。わかった。だけどもも、約束してくれ。あいつらとの決着は俺がつける。もも安全が確認されるまでエルザにいてくれ。はい。よし、決まった。トニー、ハマー、早速出航の準備だ。久々にエルザの快速見せてやんな。アイサー、
了解っす。ローエングリン級クルーザーエルザ、ファウンデーションより1300出航を確認。航路管制センターに提出された記録との矛盾を発見。スペクトル記録開始。大体主任は人の気も知らないで、大体僕がいつもそんな思い出って、そんなに心配されるの？こんなこと言ってたような気がするな。こっちが心配させてやる。しまった、氷だ。すいません、今すぐ拭きますから。いいんですよ、僕も不注意だったんですから。あなた、いい人ですね。そうですか。僕なんだか久しぶりにとってもいい人に巡り会えた気がします。そういえば僕もなんだかあなたには不思議な親しみを感じちゃいます。なんか他人とは思えない。よかったら一緒に飲みません？僕でよければ喜んで。それじゃあお近づきの印に。じゃあ今度は僕から。じゃあ二人の出会いを祝して。出会いを祝して。乾杯。そういえばまだ名前も言ってませんでしたね。言ってませんでしたね。僕ベクターインダストリー第一開発局のアレン・リッジリーです。僕はロボットアカデミーの研究助手スコットです。何ですって？間違いないの？コスモス。はい、ジュニア、モモ両名がエルザへ乗り込んでいく様子を私は目撃しました。以後同船の出航までに2人が下船した事実は確認されていません。何ということだ。一体彼らはどうしてしまったんだろう。まずガイナンさんに相談してみるしかないわよね。それとエルザの航行予定を調べて。管制センターに提出された航行予定の閲覧は無意味と考えます。なぜだい。エルザの軌道は出航直後より予定を逸脱していきました。出航時刻も著しく繰り上げられているため、未登録の航行を行っていることは間違いないと推定されます。追う手立てはないのか。方法は別途考慮するとして航路の推定は可能です。本当なの？コスモス。はい、エルザ出航直後ロジカルドライブ開始時のスペクトルを記録してあります。すごいわコスモス。それならどこの UMN コラムに向かったのかわかるわ。あとは UMN の利用記録を当たればいいわけだね。そうと決まれば移動手段の確保ね。すまない、君たちの力を借りられる筋合いではないのだが、正直言って助かる。私たちが困ってたらジュニア君もモモちゃんもきっと助けてくれると思います。だからお愛子なんです。シオンらしいね。そうかな。もうそれにしてもアレン君たらこんな時にどこ行っちゃったのよ。もしかしてアレン君、私の態度で落ち込んじゃったとか。そんなわけないわよね。彼結構神経たくましい方だし。ん？何か言った？シオン。何でもないの。何でも。だからやね。言っちゃったんすよ。博士は命が欲しくないんですか。研究を成功させようにも生きてなきゃできないんですよって。わかる、わかりすぎるよスコット君。僕だってね、
いっつも張り詰めてる主任の神経をたまには休ませてあげたいと思っただけなのに、あの人には僕の言葉はただうるさいだけなんだ。ひどすぎますよね、その主任。ひどすぎるよ、その博士。サブ酔い冷めちゃいますね。よかったら僕の部屋で飲みません？いいんですか？もうスコット君なら大歓迎ですよ。もう朝まで主任と博士の悪口で飲み明かしましょう。いいですね。主任がなんだい、博士がなんだ。なんですって、アレン君。ほりゃ何を言っているんじゃ、スコット君。主任、博士、スコット君がいないと苦しまうんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。一体どうなってるの？
へえ、ここがスコット君と博士のロボットアカデミーですか。素晴らしいわ。施設の研究施設なのに、うちの2局でも参考にできそうなメカがいっぱい。そうですかね。なんだか尖ったパーツやら原色のカラーリングやらでおもちゃっぽいメカばっかりの気が。もう分かってないな、アレン君。そこがいいんじゃない。お主、おなごにしてはなかなかツボを心得ておるな。どうじゃ、スコット君に代わってわしの助手にならんかな。博士。あの嬉しいお話ですけど、私もう自分の研究テーマを見つけてしまったもので。ああ、そうか、残念じゃの。博士、それよりさっきお聞きした件ですよ。おお、そうじゃったそうじゃった。確かメカを探しておいでなのじゃったな。はい。恒星間の高速飛行にも耐えられて、できれば戦闘能力に優れたメカ、それも大しくたくましくかっこよく変形合体をこなすメカじゃな。あ、いえ、後半は別に。それがあるんじゃよ。超重量攻撃が敵を粉砕する最強の戦車、ドミニオンタンク。大回転で悪を蹴散らす無敵の刃、トロネスブレード。拡散ビームであらゆる障害を突破する完璧なる翼、セラフィムバード。なんか妙なノリになってきましたね。そうね。そしてその最終合体形態、究極奥義エルテカイザーじゃー。